はい、こんばんは。TK と申します。今日は、ダイソーのタコベイトを使ってタイラバ作っていきたいなと思います。まあ、タイラバ自身はね、ガリューさんのやってるスイベルリグを利用して、作っていこうかなと。今日の材料ですけども、タコベイトとビーズ、あと針とローリングスイベル。それと、消費式チューブと、まあ、タイング用のボビンホルダーですね。今日はシーハンターじゃなくて、ちょっと古いリールのね、あった P ラインを使っていこうかなと思います。はい、というわけでね、ビーズなんですけど、ダイソーのものを使うんですけど、リグ屋さんでね、こういうの売ってるんですけど、これ12個入りです。ダイソーだと、ほとんどね、同じような形状、大きさで、60個入りで100円で売ってます。まあ、そんな中でもね、いろんな、まあ、大きさから、まあ、あるんですけども、今回、ラウンドビーズクリア6ミリっていうのをね、使っていきます。なんですね。まずはじめに、今日はね、シーハンターじゃなくて、リサイクルの P ラインです。これをローリングスイベルに通します。で、通した P ラインにビーズを入れていきます。こんな感じですね。そしたらこれをユニノットで留めちゃいます。まあ、大物仕掛けというわけじゃないので、今回まあこれも4回程度のね、ユニノットで固定してやります。こんな感じですね。そしたら大体、自分のイメージする長さで段付き針になるように調整してもらって、これに針を結んでいきます。本当によく忘れるんですけど、収縮チューブをね、このタイミングで入れ忘れないように、使う方はですね、してください。これもガリューバイスでちょっと止めてからね、作業を開始します。タイングと同じ、タイングの要領で、下巻きからですね。下巻きをしたら次は仮止めですね。
したら本巻きをしていきます。ダイソーの糸ほんとテンションね入れすぎると切れちゃうんで、その辺ね注意してもらって、ちょうどいい力加減、これは自分で見つけてください。ここまで来たら、まあ、いつものエンドノットですね。くるっと2回巻いて、かけてやると、これを2回ですね。たらハイトを切ると、でいつも通り瞬間接着剤で固めてやります。ちょっとね乾燥を待ちしますね。その間に反対側の針仕込んでいきます。また瞬間接着剤ですね。はい、また乾燥お待ちします。
はい、こんな感じで、フック部分が出来上がりました。これにね、タコベイトをかぶせるだけですね。タコベイトのね、先っちょこう穴が開くぐらいね、切ってやります。それで、あとはこの中に入れてやるだけと。ダイソーのね、タコベイト、唯一、まあ、100円でね、5本も入ってれば、1本20円ってことでしょうがないんですけど、これ、結構くっついてたりするんですよね。これだけがちょっと棚間に傷なんで、まあ、気になる人は、山下とかね、そういった、ちゃんとしたメーカーのを買った方がいいかもしれません。まあね、特に気にならないよっていうのであれば、これで十分だと思いますし、自作入門のね、練習台としてもいいんじゃないかなと思います。まあ、そこだけがね、ちょっとダイソータコベイトの玉に傷なんですけども、まあ、こんな感じですよね。あとはね、ここに、上にこうぴったりたまるぐらい引っ張ってやれば、もうこれで、タコベイト、スイベルリグの完成ですね。あとは、他の、タイラバと、同じように、まあ、誘導式としてね、ワリューさんの止めるグ、好きのをやれば半誘導でもいけるんですけど、まあ、イメージとしてこうやってね、できるようにしとけばいいんじゃないかなと思います。これね、山下のこれをね、イメージして作ってみました。これね、だいぶ、もうボロボロですけど、いろいろ吊らせてもらって、カヤックとかね、ボートとかでこれかなりいろいろ吊らしてもらってます。ちょっとね、もともと同じようにインチクとかですね、昔やってて、まあ、こういうのでもかなり魚釣ってる実績がありますので、まあね、こういうのタコベイトにしたら釣れるっていうね、ところが若干あるのかなと思ってます。というところでね、こういう平場、もう一つ、どうかなというご提案でございます。はい。まあ、価格もね、安くできますし、作るのも簡単なんで、まあ、自作入門にもいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はね、ダイソーのタコベイトを使った、リグですね。タイラバリグのご紹介と。ということで、ご視聴ありがとうございました。